怪我だけしてほしくないな。マジか。ディアナか。もっと気をつけなきゃ。お。治ったみたいです。よかった。もう生活費ギリギリだったんで。マジか、めっちゃ稼いでると思うけどな。よし、これ参戦させよう。草薙と武藤で。待てよ。この二人にするか。このこんな機会しか組むことないと思うんでね。いいよ映画は。お。恥ずかしいです。お、ミサ。そんなものを出したらミサの魅力で悶絶する人が続出するのです。ミサは責任取りきれないのですよ。なんだこの顔。今月どうしようかな。殴り込み行かせるか。東京女子激闘流に行くか。久々。ミサと相葉と近藤。はい、軽く蹴り飛ばしてきます。行っておいで、なるちゃん上がって。とっくんおもろいやないの。まだいけるよなるちゃん。あのよお、今の手噛んじゃったとちゃう。嬉しいね。さあどうなんだろう。誰が誰だかよくわかんねえけど、朝比奈っていたからかぶるんだね。1P がいなくなって 2P が出てくるって感じじゃないんだね。頑張れ。お、無糖買った。せめて脅かしてほしいな。お、いきなり。おお、買った。マイティに勝ったぞ。マイティと大島、岸間。ボンバーに勝ったよ。いけんじゃねえ優勝。いいよ。足元救われんように。まだ他団体が優勝したってないんじゃないかな。多分だけど、まあ、参加してない時は見れないからね。いいよいいよ。伊達と武藤はね、うちの団体じゃ組むことはないですからね。次団体ではね、こういう特別なことがないと。お、いいよ。ダントツよ。負けられないだろうからね、マイティたち。いっぱいで追ってるね。
頑張れ。よし、いけんじゃねえか。さあこれで勝てば優勝が決まる。勝った、全勝、やった。日々の練習の成果が出せてよかった。まだ満足していません。次もその次もずっと勝ち続けます。かっこいい。外人いらないんだろうな多分。入るかな。1万いくらも。まず早瀬のベルトで、白石のベルトで、あ、そっか、なるちゃんたちもいるんだね。なるせたちのベルトで、こんなくらいかな。あれ、あ、そうか、早瀬入れられんか。よし、結城と、待ってね、結城と桜井で、ノエルと取れたら面白いけどな。で、この2人に対戦するのが、あ、そっか、草薙と、誰だ。あ、村上でしょ。なんだこれっていうあれなんですけどね。最終日観戦だけにしよう。さあどうなってるでしょう。お、入ったね。サキバス頑張ってほしいな。おお、サキバス取った。初かな、ベルト。お、カンナ勝ったね、ルミーに。すごいね、カンナって。なんかすごいっていうか、なんか波が激しいっつうか。あー、やっぱ桜井が強いか。これどうなんだ。おお、村上が、ジオル懐かしいな。
バイバイとか言ったけど。お、他の団体盛り上げたいよな、こうなると。近藤がすげえな。なんかこの存在感というか対抗戦女なんで。フォクシードライバーってあんだね。お、この小島かな。小島とよく戦うな。小島か辻だね。エースがどっちかなのかな。辻か小島。あ、そっか、12月だからエースいないのか。これ取ったんじゃねえかな、大将。来い。おお。こんなもんより金が欲しいぜ。いいぞ。わーい。これノエルが買ったやつかな。いいよ。日々の練習のご褒美のようなものですね。ブーム来てんじゃない。まさか私がもらえるなんて。エンペンチーの前触れとかじゃないですよね。縁起でもないよ。おおきに、おおきにな。なんか声こんな可愛かったっけ。もうトロフィーを飾る場所がないわね。そりゃそうだろうな。あ、この二人か。もうトロフィーを飾る場所がないわね。見てないんだよ。期待に応えられるよう頑張るわ。全部来てるよ。あ、ビューティー一概の 2P か。トロフィーが増えすぎて困ってしまいますわ。こいつかまた。黒い超新星は無敵だ。さあどうなんだ、マイティーか。おお、無刀取った。この賞を励みにこれからも頑張っていきたいと思います。ずっとマイティーだったからね。これはかなりでかい。契約公開ね。いやー、これオッケーだと思うんだよね。伊達もうちょっと上げた方がいいんじゃないかな。好きだからね。確定です。武藤大丈夫だと思うんだよな、このぐらいあれば。ありがとう、これからもよろしくね。早瀬もうちょっと上げたい感じもするな。ありがとうございます。もっともっと頑張りますね。みんな上げて上げてもいいと思うんだよな。草薙、いや、もうちょっと上げてあげようぜ。社長の選手を思う心が伝わってきます。
や今回はもう大盤振る舞いでしょう。なるちゃんダウン、ああまあね怪我があったからね。いやまだなるちゃん必要です。ほんまにこんなにもらってええの？後で嘘や言うても聞かへんからな。オッケー、ディアナもうちょっと上げたいね。150は上げたい。こんなに嬉しいです、ありがとうございます。いや選手にね還元してあげないと。桜井大丈夫大丈夫、200上げよう。これで安心して戦いに打ち込めそうです。近藤もね引っ張ってくれたからね。200。問題ありません。怒ってる感じがするね。もうちょっと欲しかったのかな。勇気勇気んじゃないですか。これぐらいでまたよろしくお願いします。ピロリンって音が鳴らなかったらまあいい感じなんでしょうね。裏上もいいんじゃないですか。儲けさせてもらいましたし、まあ我慢してやるか。我慢か。社長ありがとうございます。来年も頑張ります。けなげだね。ミサ下げてもいいような気がするんだけどな。110。いやマジか。不満ですがここは折れておけと魔法が言っているのでしぶしぶ納得するのです。もうちょっと上げてやるか。20。了解なのです。まあまあ妥当なところなのです。それはみんなね上げてほしいよね。大丈夫大丈夫、よろしく。さっきはもうちょっと上げてあげても90ぐらい上げてもいいんじゃない。ま、こんなもんですか。よし、みんなアップですね。よし7000入ってるからね。あら、マジか。え、何サキバスか。ベルト取ったばっかりなのにな。痛いよ社長、慰めて。でも今回はね旅行に行かせるんで。もう怪我なんてしないように気をつけなくちゃ。マジか。ドルフィン揃わなかったか。またできたんですか。はあ、ちょっとプレッシャーかも。お、CM。泣かせるのです。ミサの魔法の力があれば何でもヒット商品になるのです。なるのです。今回はバカンスに。行きましょう。7000もありますからね。よし、これでお、あ、そっか、ジムに1回行って、ドルフィンは後で合流っていう脳内変換しとこう。大丈夫だと思うんだよな。サキュバス、ナルちゃん、まだ上がるはず。とっくんおもろいやないの。ナルちゃん頑張れ。うわー、なるちゃん、はあ、全然あかん。よし、これで終了。なんかあれ、そして俺たちはディアナの故郷へとやってきた。あ、ディアナの故郷、今回みんなとは別行動だ。今頃はそれぞれ好き勝手に休み回っていることだろう。へえ、あそこがディアナの家か。恥ずかしいです。お世辞にも立派な家とは言えませんから。
いや、いいんじゃないの？でも好きなんだろ？俺の質問に。もちろんです。ディアナは迷いなくうなずいた。あ、お姉ちゃんだ。ディアナお姉ちゃんが帰ってきたんだな。みんな、ただいま。おかえり。そして、あの、あなたたち、これは？僕らからのプレゼント。お姉ちゃんカーニバルの衣装持ってなかったでしょ？働いて買ったんだな。あなたたち、いい子たちだね。ありがとう。次のカーニバルではこれを着て踊ってよ。うん。あ、ごめんなさい社長、ほったらかしにして。いや。なんです、そんなに見つめて。似合ってるよ。でしょでしょ、お姉ちゃん綺麗なんだな。ねえ社長もそう思うよね。うん、似合ってるだろう。あ、違う、子供だった。もっと見せてあげて。あなたたち何言ってるの。スタイルいいね。だってお姉ちゃん最近メールで社長のことばかりなんだな。マジか。お姉ちゃん分かりやすいもんね、この間のメールなんか。ダメ言わないで。お姉ちゃんのことお願いね社長。お願いなんだなお兄ちゃん。にぎやかでいいな。養いたい。でも俺には伊達がいるんだよ。ディアナ可愛いけどな。私は人気者になりたいのではなく、強くなりたいのです。あの、これ印税ってもらえるんですか？かちゃんどうした。あ、チョコレート。美味しくなかったらごめんなさい。あ、あの社長、これチョコです。日本ではチョコを送るんですよね。わあ、ディアナもか、ありがとう。あと一緒にキスも送るんですよね。チュ、あら、うお、誰だ。ディアナに嘘を吹き込んだのは。しかしされた後はでは言いづらいな。黙っていいよ。